はい、どうもこんにちは、こんばんは、ワニバレードさんです。ということで今回は異世界魔法陣編記念すべき第10回目ということで、今回はレイドさんと、レイドさんじゃなかった、タックンがね、タックンとジンベイ君がね、またね覚醒するお話となってるのかな、わかんないけど、見てないけどね。はい、ということでね、まあこんな感じにやっていきたいと思います。はい、まあ前回のあらすじもね、これで10回目できたこともね、嬉しいと思ってます。正確には9回目です。はい、ということで今回も異世界魔法陣編第10話よろしくお願いします。では楽しんでくださいね、バイバイ。さあ、第10話ついに発見、異世界魔界の扉。ふう、さあ帰ってきたぜジメ君。いやー、ほんま、あのジンマモスとあのドラゴン、あいつ強かったな本当に。いやー、もうどうなるかと思った。でも頑張ったな。よし、でも、第2段階の覚醒だが、頑張らなきゃいけないな。うん。よし、頑張るか。ピンポーン。ん？こんな遅くに何、大丈夫なの？ちょっと見てくるわ。ピンポーン。ガチャ。あ、レイム。いや、タク、ついに、見つけてきたよ。え、見つけてたの？うん。何を見せてきたの？あれよ。異世界魔界の扉。異世界魔界の扉。え？それや？いや、まあ、ここからちょっとだいぶ遠いんだが、見つけてきた。ってことは、もしそこ行ったら、魔法陣があるかもしれない。そして、それを、そいつを、突っ壊せば、元に戻ってこと？そう。元に戻るってことだ。よかった、そうか。でも、やっぱり、行くってことは、いろんなリスクが背負うことになると思うよ。まあ、そうだよな。今だって、今、4人ぐらいいるんだな。でも、そういや、あいつどうした？あいつ、そういや、みんな、あの、ランプのジーニーみたいなやつでしょ？うん。あいつみんな、どこ行ったよな。わからない。いやー、もう、肝心な時におらんな、あいつ。あいつ、ほんま。うん、そうだね。ピンポーン。ん？また誰が来たよ。誰だろう。ガチャ、ウィー。いやあ、レイムじゃないか。私も、あれよ、いろいろ話すけど。うん、ちょっとずつ分かってる気がする。そうか。いいね。いや、あなた、どこ、いつおった？いや、さっき帰ってきた。さっきか。そうだな。これで、1、2、3。でも、でも俺合わせたら4人だもんな。でもあいつなんか5人だから、もう最低もうあと1人ぐらいいるってことか。あと1人ね。どうする？いやー、それがわからないんだよ。その、異世界魔界の扉に、扉っていうか、異世界魔界に行くには、くそ、どうしようか。あと一人、誰かいればいいんだが。よし、とりあえず私は、また別のとこ探してくるね。わかった、ありがとう。では。行っちゃったね。うん。俺は俺で特訓せなあかんな。もうそこに行くってことは強い奴らがいっぱいいるってこと。うん。いやどうしようか。まあ僕も僕で特訓せなあかんからな。
とりあえず私も伝えことを伝えたから再び探索に行ってくる。もし何か分かったらまた言うよ。分かった、ありがとう。じゃあね。よし、ジンメイ君、どうしようか。まあ妄想でもあなたは復帰するでしょう。まあなんか、まあちょっとしんどいね。やっぱそんなしゃあないんだけど。よし。よし。まあ、行くか。まあちょっと、あれだけど、ちょっと特訓してくるわ、ジンメイ君。あいつら、もしかして。くぅ、やばいこと聞いてしまった。異世界魔界来るに行くつもりなのか。くぅ、早く、主様に伝えなければ。そして、あるアジトでは。ふぅ、いやぁ、あいつら、たっくんは、確実に強くなっていってんのか。くぅ、くそ、どうしよう。アルジ様、おろろ、あ、お前帰ってきたのか。ああ。アルジ様、聞いてください。どうした？あの、たっくんたち、多分ここに来ると思う。本当か？はい。もしかして、そう。く、異世界魔界への扉を見つけてしまったか？うん。多分、あの、レイムってやら、ああ、あいつ別の世界の、来た人だろう。く、勘がいいな。どうします？ああ。まあでも大丈夫。門に、ちょっと強いやつを置いてあるし。誰？まあ、今はもう名前わからないが、わからんのかい？わからんかったらあかんやん。いや、あいつはね、まあ、強いからね、言ってでも。そうか。そういや、ドラゴンとジンマホシどこ行った？わかりませんね。なんかでもなんか、どっかいるんじゃないですか？あいつらにも、あいつも、ちょっと、あれやな。もう門番に、ついていかないか？そうですね。ちょっと、言ってきましょう。あ、言ってこい。そして、ある庭では。ああ、疲れた。いやー、僕も疲れました。すまんな、特に使ってもらって。いやー、まあ、あの時負けたんは、痛かったし。いやー、でも、あれですよね。あれだな、やっぱ、うん。やっぱ、あいつが強い。そうですね。あの、たっくんの第何段階の覚醒。ああ。どうしよう。おい、お前ら、おお、あなたは、主様の使いの？ああ。ちょっと、報告しに来た。何の報告ですか？いや、あの、たっくんではやら。ここに来るかもしれない。え？なんで？多分、あの、タックについてる、味方。あの、レイムってやつが、この異世界魔界の扉を見つけたらしい。マジかよ。ああ。くそ、来られたらまずい。まあ、まずいな。いろんな意味でまずいな。どうしよう。まあ、でも今、二人で特訓してるんでしょ？ああ。まあ、それをもう、まあ、頑張って、できたら、また、アルジ様に報告しに来い。わかりました。じゃあ俺は散るからな。まあ、その、特訓して強くなり、あいつらを止めろ。わかりました。じゃあ俺は去るからな。ああ。聞いたが、はい、聞きました。よし。あいつら頑張らなきゃいけない。ああ。はあ、よし。まあ、あと何十分休憩して特訓しよう。そうだな。あいつには負けてられん。ああ。そして、時は戻り、たっくんのところでは。よし。俺、まあ、この、俺の一人でここに来たが。ああ、久しぶりだな。本当に。まあ、どうしようかな。まあ、そうだね。本当に。
でもお前あいつどう言ったんやろな、あのナンプの人類みたいなやつ。ナンプの人類ってやつって、もしかしてあいつ？ん？誰のこれ？でっかー。でーれん。お前誰だ？ああ、俺か。いやー、俺はね。まあ、猫。まあ、猫だけど、まあ、猫なんだけど、誰？あの、あいつ探してんだろ？ジーニーみたいな人。まあ、探してるけど、何知ってる？まあ、私はそれの師匠だからな。師匠！あいつは、実は、俺も探してるんだ。くぅ。でもあなた、新キャラ？いやー、まあ、うん、そうだな。もう、そして、まあ、実はこっそり聞いてたんだよ。え？異世界魔界の扉だろ？ああ、もう、まあ、そうですね。まあ、また、私も。まあ、あいつは探すけど、まあ、また、探しておく。わかりました。とりあえず、一旦、さらばら。あいつ、誰なんだろう？わかんねえな。よし。よし。特訓しよう。だが、しかし、何段階から始めよう。1段階目か。2段階目か。くぅ。どうしようか。誰か特訓付き合ってくれる人おらんのかな。いやぁ。そして、夜になり。ああ、結局、わからんかった。結局、あんまり特訓できんかったよ。まあ、あの、第2段階の編集の仕方もあんまりわかってないし。帰るか。ジンベイ君、そして家。帰ってきたよ。いやくぅ。いやもうね、どうしていいかもわからない。でも、おいたちはできるような。今、4人だろ。あと、多分、最低1人おれば、魔界への、もう、たどり着けると思うんだ。ただ、その場所がわかんねえ。どうすればいい？ピンポン。ん？ガチャ。うわ、お前は。あ、昼間にあったな。まあ、とりあえず、やっぱりあいつは見つからなかった。あのジーニーみたいな人でしょ？ああ。その間、そういうあいつなんか仲間になる言うときにどこ行っとんねん。まあ、その間は、俺がちょっとついていてあげよう。まあマジで、まあいきなり無登場したけど、大丈夫。信用してくれ。まあ、わかった。まあ、それだけ言いに行った。それだけかい。それだけなんかい。あ、じゃあな。あ、わかった。よし。それも、うずうずしないな。ピンポン。ん？誰も、お、レームか。あ。ピンポン。おー、全員集合。はい。帰っていたよ。ネーム。そしてレム、そしてジミク、そして俺。これでとりあえず、ある意味全員集合だ。さっきでもな、キジュ、あの、ね、猫の神様かなわからんけど、あ、出会ったわ。猫の神様？ああ。猫の神様か。まあ。どうしようか。猫の神様ね。また出会ったらまた、なんか言っとくよ。よし。どうす。いや、俺は全然いつでも行けるんだが、なかなかね、特訓したけど、無理だった。そっか。でも、ああ。でも、もう出発するのは近い。あと一人を、行かなきゃいけない。そうだな。あと一人か。くそ。誰かおらんのかよ。あと一人。ピンポン。
ん？なんかピンポンしてない？うん、しかも、今回、なんか、ピンポン。どんどんどん。え？ちょっと待ってよ。あれだな。とりあえず、この異世界魔、この異世界魔界への扉の場所分かった。俺たち行こう。ピンポン。ああ、分かった。開けるよ。誰だ？ガチャ。ん？え？もしかして。もしかして。あなたは。あー、ちょっとタックンタックン。ついて。あー、ちょっと俺もついていくわ。ちょっと待ってな。いや、なんとなくわかる。この声。もしかして。あなたはー。